間に設けられた渡り線マンハイムシュトゥットガルト高速線はドイツバーデンビュールテンベルク州の都市マンハイムと同州の州都シュトゥットガルトを結ぶ高速鉄道路線で路線長99キロメートルである1991年5月9日に公式に開業し同年6月2日よりアイスが営業運転を開始した同時期に ハノーファー・ビュルツブルグ高速線も開業している。マンハイム・シュトゥットガルト高速線内には15箇所のトンネル区間、90箇所の橋梁区間が含まれ、当時45億ドイツマルクの建設費が費やされた。マンハイム・シュトゥットガルト間のバーデン・ビュールテンベルク州の2、大都市間には1970年より新たな路線が計画されていた。既存の鉄道路線では、 河川や渓谷に沿っていることから高速列車の運行には不適当であった。1973年にドイツ連邦の運輸計画の一部に含まれ重量貨物列車と軽量の高速旅客列車の両方が走行できる企画が要求された。これらの条件を満たすために多くの橋梁やトンネルの建設が必要となった。フォルスタートンネルでは全体が 地下水面のため新たな脱水技術が求められ、フローデンシュタイントンネルでは三上記の地層区間を通り、その結果大雨による高価な災害対策が求められた。1974年に最初のマンハイム・シュトゥットガルトルートの計画書が発行された。1975年に連邦運輸大臣による建設認可が下り、1976年に 着工された。すでに着工されていたが、6000を超える異議申し立てによりルート変更も行われている。いくつかの工区では建設が完全に滞ることもあった。7地点では住宅地区近くでの改作トンネルの建設に関して反対が起こった。プフィングストベルクトンネルなどの超大トンネルは水源保護地域に宣言されている。 マイハイムライナー近くの森を通過するなど、環境との調和が課題であった。5から7キロメートルおきに、旅客列車や貨物列車の混合運行や、補線のため、渡り線が設けられている。1985年まで、全体の計画の問題は解決されなかった。最初の区間が完成したのは1987年5月31日で、 ライン鉄道との分岐地点であるマンハイムとグラーベンノイドルフ間である。最後はフロイデンシュタイントンネル区間の完成で全線開業の数ヶ月前であった。営業運転前には2000回を超える試運転が行われ、高速線内での車内信号や非常ブレーキ等の運転士の就職が行われた。1991年5月9日より営業運転が開始され、 翌月よりアイスの運行が開始された。最高運転速度は時速2 5 0トルで、支援回復の際は時速2 8 0トルでの運転が認められている。現在は遅れがあるにせよ最高運転速度は時速2 5 0トルである。マンハイム・シュトゥットガルト間の所要時間は1991年の 高速船の開業により90分から44分に短縮された。2007年現在ではさらに短縮されおおむね35から38分である。現在は以下の系統のアイスが運行されている。途中、ローレンベルク分岐点からは TGV を含むハイデルベルク、カールスルーエ方面からのアイス及び、IC 系統も以下のように乗り入れる。 貨物列車の運行は夜間のみ行われている。ありがとうございます。